2016年、この年も阿蘇市では例年通りに野焼きが行われ、うららかな春を迎えていました。4月3日、桜は満開を迎え、阿蘇神社近くの門前町商店街では、商店街に畳を敷き、みんなで花見を楽しむイベント、お座敷商店街が開催され、空を覆うほど満開の桜の下で、多くの観光客や住民らが花見を楽しみました。また、9日には、阿蘇神社楼門で、夜桜と音楽のイベント、あかね桜が開かれ、およそ300人が訪れました。和やかな春の一日、この穏やかな日々が、数日後、一瞬にしてその姿を変えることとなるのです。2016年4月16日、午前1時25分、震度6弱の大地震が阿蘇市を襲いました。誰も経験したことがない激しい揺れ。2日前に益城町、西原村を襲った大地震。それが私たちの住む阿蘇市で起きるとは誰が予想できたでしょうか。停電し、真っ暗闇の中、何度も襲ってくる余震に怯えながら、家を出て避難所や車に避難する人々。家族で寄り添い、ひたすら夜明けを待ちます。阿蘇神社の楼門が倒れた。握りしめた携帯電話に入ってくる SNS の情報。送られてきた阿蘇神社楼門の無残な姿に息を呑みました。赤橋が落ちた。南阿蘇村の立野地区に架けられている阿蘇大橋。地元の人たちから赤橋と親しまれるその橋が落ちたという情報が流れ、外では何か大変なことが起きている。暗闇の中、得体の知れない恐怖が襲ってきます。ラジオから聞こえるアナウンサーの声。力を合わせてこの夜を乗り切りましょう。この災害を乗り越えましょう。この声に励まされて迎えた夜明け。明るくなるにつれ、地震の凄まじさを物語る被害の全容が明らかとなっていきます。阿蘇市では続く余震の中、本震直後から市役所玄関前で情報収集に努めました。被害は深刻で、阿蘇市と熊本市内を結ぶ国道57号が寸断、上下水道の破損、市全域にわたる停電、そして多数の家屋倒壊、山々に入った地割れ、地震災害の恐怖を思い知らされました。日本三大楼門の一つに数えられる阿蘇神社の楼門や拝殿などが崩壊。訪れた人は皆言葉を失いました。草千里展望所付近の道路は原型をとどめないほど崩壊。国の名勝及び天然記念物に指定されている米塚は各所で亀裂が入りました。波の小園地区では直径1メートルを超える岩石が道路に落下。赤水駅付近を回送中だった列車はレールが曲がり脱線していました。内の巻停車場線の仮尾付近や阿蘇西小学校の北側では大規模な断層のずれが地表まで到達。家屋や道路、田畑などにも被害が及び、湯の浦や仮尾をはじめとした北外輪山では各所で土砂崩れが発生。私たちが愛する阿蘇の山々の風景が変わってしまいました。
災害時の医療。阿蘇地域の災害拠点病院に指定されている阿蘇医療センターでは、地震直後から患者を受け入れました。阿蘇医療センターは免震設備が施されており、事業発電そして貯水タンクも整備されていたことから、今回の大震災後も全ての医療機能を維持したまま医療を提供。阿蘇地域医療支援の災害拠点本部として4月21日までに救急車やヘリコプターなどで運ばれた526人を受け入れました。さまざまな被害をもたらした熊本地震。この地震で人々の生活が一変します。阿蘇市と熊本市を結ぶ主要道路の国道57号が寸断したため、一時阿蘇市は孤立した状態に。流通が滞り、店から商品が消え、ガソリンスタンドは長蛇の列。上下水道の被害は大きく、多くの地域で断水が発生。役員原のポケットパーク湧水には多くの市民が水を汲みに駆けつけました。停電は長いところでは2週間続き、発電機車が全国各地から駆けつけ復旧作業に当たりました。自宅の損壊や余震、山腹崩落の恐怖から車中泊や避難所など不慣れな場所での生活を余儀なくされる人も多くいました。さまざまな支援。避難所では阿蘇市地域婦人会が赤十字奉仕団として炊き出し支援、学校の先生やボランティアも協力し食事を提供しました。門前町商店街では有志が救援物資や豚汁などの炊き出しを提供。電気が復旧しない中、温かい食べ物は市民の方にとても喜ばれました。全国各地の駐屯地からおよそ7000人の自衛隊が集結、炊き出しや給水支援、災害復旧などに尽力しました。4月26日にはボランティアセンターが開設、5月3日までに延べ651人が家屋内の片付けなどに汗を流しました。続く不便な生活。熊本地震のあの日から阿蘇市の人々の生活は不便を強いられます。熊本市を結ぶ主要道路の国道57号と JR 豊肥本線が寸断したため、阿蘇の北外輪山の尾根をめぐる通称ミルクロードが迂回路として使われるようになり、渋滞や事故が頻発しました。復興へ少しずつ少しずつ。阿蘇市の人々は不便な暮らしの中でも復興への道を一歩ずつ一歩ずつ歩みを進めます。8月20日に開かれた復興祭り、毎年行われていた大阿蘇日の山祭りに代わり、熊本地震からの復興を願って開催されました。会場には市民自ら出展した露店が並び、笑顔あふれる一日となりました。10月31日には阿蘇神社社殿復旧工事着工安全祈願祭が執り行われました。文化財未指定の拝殿の解体工事も合わせて着手。国の重要文化財の指定を受ける楼門のほか5棟は総事業費13億6300万円をかけ、2023年12月までの再建が予定されています。2017年6月17日、熊本地震で崩落した国道57号の代替ルートである北側復旧ルート二重の峠トンネルの着工式が、掘削工事の起点となる車帰り地区で執り行われました。
7月、熊本地震で校舎やプールに大きな被害を受けた阿蘇西小学校では、校舎の建て替えに伴い高学年棟が解体されるため、全校児童たちが集合してお別れをしました。2018年6月、熊本地震で被災した刈尾地区と長水地区の農地が復旧し、3年ぶりに作付けできるようになりました。2019年2月23日、国道57号北側復旧ルートの要となる二重の峠トンネルが、着工から1年8ヶ月という異例の速さで貫通。全長 3.7 キロの二重の峠トンネルが貫通し、国や自治体の関係者らおよそ250人が貫通を祝いました。3月には、阿蘇市で初めての災害公営住宅となる新小里団地4号棟が完成し、入居開始式がありました。熊本地震で被災し、住戸が減失した人を入居対象とした災害公営住宅は、この他に小里団地、小上団地、大道団地と計4棟を建設し、71戸の入居を確保しました。4月4日、3年ぶりに阿蘇西小学校が復旧。被災した阿蘇西小学校の校舎とプールの復旧工事が完了し、地域の人たちや PTA などの関係者らが出席して落成式が行われました。阿蘇西小学校は、旧小貝市東部小学校を代替校舎としておよそ3年間使用してきましたが、4月8日の始業式から新たな学び屋での学校生活がスタートしました。8月28日には、熊本地震で倒壊した阿蘇神社楼門と拝殿の災害復旧工事が始まり、神社や工事関係者らおよそ70人が参列し、安全祈願祭が行われました。楼門は2023年12月に完成予定。元の部材の7割を再利用し、耐震補強を施します。拝殿は阿蘇中央高校が提供した演習林のヒノキなど地域産木材を使用し、2021年6月に完成が見込まれています。12月8日、県が進めるワンピース熊本復興プロジェクトの一環で、阿蘇駅前にウソップ像が完成。除幕式では、およそ1200人のファンで賑わいました。緑、自然を操る道具で、地震で傷んだ草原を再生するよう願いを込めて設置されました。そして、熊本地震から4年、2020年、復興への弾みとなる大きなニュースが飛び込みます。2020年8月、熊本地震により不通となっていた豊肥本線が、ようやく全線で運行を再開。4年ぶりに列車が姿を見せました。阿蘇市内の各駅で、沿線で、たくさんの人が手を振って開通を喜びました。まだまだ嬉しいニュースは続きます。10月3日、やっと迎えた開通の日。阿蘇市民が待ち続けていたこの日がついにやってきたのです。熊本地震から4年半、国道57号北側復旧ルートと原動部が開通。開通式典では佐藤義興市長が感無量ですと挨拶しました。それに合わせ、10月3日と4日の2日間、開通を祝う感謝祭が開催され、阿蘇市内の3つの会場では、延べ8800人の笑顔で埋め尽くされました。感謝祭を彩ったのは、3会場でそれぞれ打ち上げられた計1000発の花火。その年は、新型コロナウイルス感染症の影響で様々なイベントが中止となり、見る機会がほとんどなかった花火。開通の喜びとともに、久しぶりに見る花火は市民の心に残る花火となりました。
2016年熊本地震。突如襲った自然災害は私たちの日常を一変させました。自然災害はいつ起こるか分かりません。災害での教訓を忘れることなく、そして阿蘇市の人々がどのように災害から復旧復興へ進んでいったのか、その記録を映像としてここに残します。私たち阿蘇の人々は古代から自然の中で生き、火山と共存してきました。水害、地震、火山の噴火、さまざまな災害があり、それを乗り越えてきた歴史があります。熊本地震は私たちの大事なものを傷つけ壊しました。元通りになるには多くの時間を必要とするものもあります。その間も季節は移ろい、私たちに美しい姿を見せてくれます。自然と共に生きる阿蘇の人たちは、これからも厳しくも豊かな自然と共に暮らしていくのです。